皆さんこんにちは、トモヤです。今日はですね、前回、自然栽培っていうのがね、簡単に何なのか、自然栽培の野菜っていうのが簡単に何なのかを紹介した動画を上げたんですけど、その動画でね、次回はこう自然栽培の野菜の買い方のチュートリアルを動画にしますよっていうことをお話ししてたんで、その動画になってます。この動画を見てね、自然栽培の野菜を買う時のね、参考になればいいかなっていうふうに思ってます。まずね、いろんな買い方があると思うんですよ。簡単なのはインターネットで自然栽培野菜とかっていう風に調べてもらえれば、やっぱり、いろいろバーって出てくるんですけど、調べる場所はね、結構、インターネットの検索エンジンとか、ネットショッピングとか、あとは実店舗とかにもね、あったりするんですけど、直接農家さんから買うとかもできます。じゃあ、その上で、皆さんにね、どういうところに、意識してというか、こだわりを持って、選んでほしいのかとか、自分がどういうこだわりで買ってるのかっていうのを紹介したいと思います。でね、なんで、買い方までこだわってるんだっていうところについてちょっと話すんですけど、自分はね、何人もの自然栽培の農家さんに会ってきて、本当人それぞれね、いろんなこだわり持ってるなっていうのを感じたんですよね。で、自分もね、よくやっぱ自然栽培のことをおすすめするんで、人に。そうすると、じゃあどこから買ってるのっていうのを結構聞かれるんですけど、あえて自分はね、言わないようにしてるんですよ。でもなんでなんてなったら、自分が一番ね、いいと思って買ってる場所、でそこが、聞かれた方とか、今この動画を見てる方にとって、一番の選択かって言ったらそうじゃないんですよね。本当人それぞれに、この人にはここが一番ベストなんじゃないとか、こういうこだわりを持ってる人なら、こういうところから買いたいっていうのが絶対個人であると思うんですよ。なんで、ちょっと時間はかかっちゃうんですけど、それをね、自分で調べてもらう。そこも含めて、買う過程も含めて大事なのかなっていうふうに思ってます。で、早速なんですけど、自分がね、買う時に意識してるとこ、いくつかお話ししたいと思います。まずね、これは当たり前なんですけど、一応、自然栽培って定義がないんで、確実にちゃんと調べておいてほしいのは、それが、ちゃんと自然栽培のものなのか、当たり前なんですけど、基本的にはないですけど、自然栽培って言って農薬をちょっと使ってたりとか、似たような言葉を使って農薬が使われてたりっていうことが、たまに稀にあるかもしれないんで、それを避けるためにも、ちゃんと農薬が使われてないとか、堆肥肥料が不使用なものを、ちゃんと確認して、それが本当に自然栽培なのか、まず確認してください。で、あと人によっては、こっちの畑では、農薬を使う。こっちの畑では、農薬を使ってない。っていう人とかもいるんで、そこを気にしたい人とか、全部農薬不使用でやってる人がいいよ、とかっていうところまで気にしたい人もいるかもしれないんです。そういうところも気にしてみるも大事だと思います。で、二つ目は、距離が近いことなんですよね。っていうのも、この距離っていうのは本当に物理的な距離。あなたの住んでる場所からどのぐらいの距離なのかっていうのを気にしてます。自分は今前東京に住んでて、今千葉に移ってるんですけど、ある程度関東ならいいんじゃないかなっていう風な感じの、範囲で自分は探したりしてます。ベストなのは本当にね、自分は千葉なんで、千葉とかならベストかもしれないんですけど、ちょっとそれが難しい時もあるんで、自分個人的には関東がいいなーっていう感じで、だからといって全国的に買うのがダメとかでは全くないんですけど、なんでこういうね、距離にこだわるのかっていうと、フードマイレージって言って、その野菜を運ぶ距離とかによって、その排出される CO2 とか、そういう輸送のコストっていうのが存在するんですよね。で、それがね、どんどん距離が離れていけばいくほどに輸送のコストって増すじゃないですか。で、そういう点からも環境負荷を考えると、やっぱり近いところがいい。で、あとは地産地消。それもね、フードマイレージも地産地消のメリットに含まれてると思うんですけど、やっぱり自分の住んでる土地とか、できれば生まれ育った土地の野菜を食べるって、自分の体にもすごく合ってるっていう風にお話しする自然栽培の農家さんとかもいたりとか、あとはね、その利益とかが一極化しないためにも、自分が住んでる場所を応援するっていうのはすごい大事なこと、みんなが地産地消を意識するっていうのはすごくいいことなんじゃないかなっていう風に、個人的には今の時代すごくね、大事なことだと思ってます。そういう意味で距離が近いことが二つ目、探す基準になってます。で、3つ目なんですけど、これはね、なかなか買う側としてはね、珍しい体験だとは今の社会では思うんですけど、コミュニケーションを取れることっていうのを自分はすごく大事にしてますね。で、このコミュニケーションっていうのは本当にもう友達になるとかっていうところまでいければそれはいいんですけど、そこまでは多分難しいと思うんで、自分がやってる形で言うと、例えばプラスチックフリーにしてもらえますかとか、これを輸送するときにプラスチックじゃなくて新聞紙で包んでもらえますかとか、そういうお願いのコミュニケーションとか、こういった野菜を欲しいですとか、こういった野菜は苦手なので入れないでくださいとか、このぐらいね、汚れてても大丈夫ですよとか、そういう自分からのお願いを伝えられるところが第一歩であってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに自分は、SNS で繋がったりとか、その自然栽培の飼ってる農家さんと、あとは、その人にさっき言ったようにプラフリーでお願いしたり、直接野菜を取りに行ったり、あと、園農って言って、畑のね、お手伝いも何回かさせてもらったりしたことがあります。
まあ、本当にね、そこまでできると本当にその人がどういう気持ちで作ってるのかっていうのまでも知れますし、本当にその人に作ってもらっていつもいただいてる恩を返すチャンスっていうのも作れてて、まあ個人的にも多分相手側としてもすごくいいコミュニケーションができてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんかそういうふうにこう自分がね食べさせてもらってるものをに対する感謝を形はどうあれお互いにこう歩み寄っていけるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなって、今の社会では本当に大事にされるべきものなんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあそういった点からコミュニケーションを取れることが3つ目こう参考にしてほしいところなんですけど、まあ次ね結構大事なのが、あの前の動画でもねやっぱりっていうところになったんですけど、お金ですよね。お金が高いじゃんっていうところが皆さん引っかかるところだと思うんですけど、そういうところも含めて持続可能であることっていうのを基準に大事にしてたいなっていう風に思ってます。まあ、持続可能であることってちょっと難しい言葉で言ってるんですけど、いつもね自分はみんながこうサスティナブル持続可能なことを意識して何かすることはすごい大事なんじゃないかなっていう風に思ってるんですけど、これは本当に自然栽培の野菜を買う時にも一緒で、やっぱりお金のところっていう、まあ他にもねその持続可能じゃない点ってたくさんあると思うんですけど、一つお金にフォーカスすると、自然栽培の野菜こだわりがあってすごくいいんだけど、いつも高くてなんかこれちょっともう続けられないなっていう風になって2回や3回で断念ってなっちゃったら、それってもうもったいないじゃないですか。なんで今話してるこだわりとかを、まあ、ちょっとね緩めてでも自然栽培を続けられるから、まあ、ここにしよう。例えばですけど、さっき言った距離の話とか、東京だとすごく高い、だけど沖縄のやつだったらすごく安いなって、こっちの方が自分続けられるかも。一概にその近い遠いがいい悪いとかっていう話でもないですし、このでもこっちの方、なんかその基準だけを考えたら東京の方がいいんだけど高すぎる、だったら沖縄の方を選ぼう、これだったら1年2年3年続けられそうだっていう感じで、自分の中でまあちょっとねお金が問題で続けられなくなっちゃうであれば、何かこだわりをちょっと緩めてサスティナブルに持続可能に買い続けることができるものを選ぶっていうのも、まあ一つ大事な点になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこんな感じでね、大体自分が今普段意識してる点を紹介したんですけど、最初ねこの条件全てをなんか気にして買うってなんかそもそもハードルが高いなっていう人とかもいると思うんですよ。なんでおすすめのアプリがね、食べ直っていうアプリがあって、その農家さんと直接取引をするような、まあ簡単に言うとですけど、そういうアプリがあって、そのアプリの中には自然栽培の農家さんもたくさんいて、自分でね、こう条件をフィルターつけれたりするんですよ。動物性堆肥不使用とか、プラスチック不使用で配送してますとか、野菜が自然栽培ですとか、地域をここでお願いしますとか、そういうのをフィルターかけれたりする、アプリがあるんで、ぜひ食べ直って、まあそういうアプリをインストールしてみて、まあそこでね、最初はフィルターをかけてこう検索してみて買ってみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。でさらにねこうこだわりが出てきたら、どんどん自然栽培自分でねこう好きなように調べてもらって、 SNS でも調べれますし、インターネットでも調べれますし、いろんな形でこう調べてもらって、自分にね一番合うベストな場所を探していければいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ってな感じで今回は自然栽培のこう買い方のまあチュートリアルというか、まあ自分が意識している点をお話ししたんですけど、まあこの動画が少しでも参考になったら嬉しいです。なんかぜひねこう買ってくれたりしたら、そのインスタとかツイッターとかでメッセージくれたらすごい嬉しいなっていうふうに思います。あと意見の交換とかにもなるんで、そういうのもあったらすごい嬉しいなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、この動画、もし良かったなっていうふうに思ったら、チャンネル登録とか高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。俺はただの兄ちゃんでもビーガン、じいちゃんになってもかっこいいじゃん。誰でもいいんだ、リーダー信者関係ない、審査なんてない、小さな世界で鎖に縛られたい、身近なところで言いたがってない。